役所発行「声の広報」令和3年2021年3月5日発行第2348号声の広報をお聞きの皆様いかがお過ごしですか今回の広報は60分テープ2巻組ですイベント等の中止・変更の有無区施設等の開館状況等は事前にご確認ください。 新型コロナの感染状況により変更する場合があります最新の情報は新宿区ホームページまたは各主催者各施設に直接ご確認くださいはじめに目次をご紹介しますテープ第1巻 A 面1令和3年度区政の基本方針を表明2令和3年度の区政運営の基本認識の概要3 令和3年度に取り組む主な事業新宿区映像の記録テープ第1巻 B 面44月の保健センター等の教室相談平日土曜日の夜間にお子さんが急病になったら3月は自殺対策強化月間5子ども教育のコーナー「子ども医療証マルコ医療証を発送しました。 修学援助の申請を6「すすめ新宿健康フレンズ」「野菜にくびったけ」7「支える薬王寺」の講座「テープ第2巻 A 面」8「区立障害者福祉センター」の講座9「シルバー人材センター」のパソコン初動教室10「第1回地域コミュニティ事業助成」 飯田橋駅前地区にかかる都市計画の説明会、縦覧等新生活を始める外国人の方へ11自転車の保険にご加入くださいバイク軽自動車等の配車手続きテープ第2巻 B 面12区関連観光所情報全世代向けの多彩なイベントのコーナー施設のコーナー13 人材募集のコーナー新宿エコジマンポイントにご参加ください傍聴できる審議会のコーナー14新宿区キツツキ探偵どころ区民の広場2月の新宿区の人口黙祷にご協力を以上の順にお伝えします講座・催しなどの申し込みで記入例の通り記入しとご案内する場合 はがきやフ f クスの記入例とは次の事項を言います。1。口座催し名に郵便番号、住所3。ふりがなを振った氏名4。電話番号以上のほか、往復はがきには返信用にも申し込む方の住所、氏名を忘れずにお書きください。詳しいことは各担当まで、宛先は各記事の申し込み先です。費用を特にご案内しない場合は原則として無料です。 <invece> 新宿区役所のホームページアドレスは http://www.city.shinjuku.lg.jp <reco. S 1> 携帯電話版は http://www.city.shinjuku.lg.jp//m// です、sure、区のサービス手続き施設案内は 新宿コールをご利用ください。電話は三二零九の九九九九番、ファクスは三二零九の九九零零番です。土曜日、日曜日、夜間もご案内しています。時間は午前八時から午後十時まで。新宿区公式ツイッターフェイスブックもご利用ください。災害関連情報や最新の区政情報を即時に発信します。アカウント名は新宿区区政情報課。区公式ツイッターは。 S, <Smile>. <S H、um、I N J U K U アンダーバー I N F O 公式フェイスブックは S H I N J U K U I N F O です。カセットテープ版声の広報をご利用の方はお聞きになりましたテープをなるべく早めにご返送くださいますようお願いいたします。デイジー版および C D 版をお聞きの方は返送の必要はありませんのでお手元に置いてご活用ください。 声の広報の内容に関するお問い合わせは、区政情報課、電話三二零九の一一一番へどうぞ。それでは、最後まで、どうぞごゆっくりお聞きください。一、令和三年度区政の基本方針を表明。区民の命と暮らしを守り、区内産業、地域経済の回復に向けて。 全力で取り組みます令和三年第一回区議会定例会の開会にあたり吉住健一区長は区政の基本方針について所信を表明しました今回はその概要をお知らせします用紙は区政情報センター本庁舎一階区立図書館で閲覧できるほか新宿区ホームページでご覧いただけます問い合わせ企画制作課本庁舎三階電話 5273-3502、ファクス5272-5500へマスク姿の吉住区長の写真があります区政の基本方針区政に対する基本姿勢我が国の経済情勢を見ますと新型コロナウイルス感染症の影響により景気は依然として厳しい状況にありますが感染拡大の防止策を講じる中で各種政策の効果や 海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待されています。しかしながら、その先行きについては、国内外の感染拡大による下振れリスクの高まりに十分注意するとともに、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があります。また、区財政においても、感染症の影響を受け、特別区税や特別区交付金などの大幅な減収が見込まれ、 厳しい財政運営が想定されますこのような状況にあっても時事刻々と変化する新型コロナの状況を踏まえ区民の命と暮らしを守る対応と区内産業地域経済の回復に向けた対応に迅速に取り組んでいきます。今年は令和3年度から5年度を期間とする第2次実行計画がスタートする年です。 現下の厳しい社会経済情勢の中にあっても区民の皆様の暮らしと命を守るため現場に赴き現実に向き合いながら地域課題に取り組み区民の皆様が住み慣れた街で住み続けられるようにそして未来を担う子どもたちが健やかに成長できるように力を尽くしていきます区政運営の基本認識 初めにに新型コロナウイルス感染症対策についてです第一に、区民の命と暮らしを守る対応として、ワクチン接種体制の整備をはじめ、迅速な PCR 検査体制の確保や、発熱等電話相談センターの対応、クラスター発生時の機動的な検査の実施などの感染拡大防止対策を実施します。第二に 区内産業地域経済の回復に向けた対応として、商工業緊急資金特例や、店舗等家賃減額助成、おもてなし店舗支援など、中小企業者に対する支援を充実させていきます。次に、令和3年度からスタートする第2次実行計画についてです。新宿区基本構想に掲げる目指す街の姿、 新宿力で創造する安らぎと賑わいの街の実現に向けて新たな日常を基軸に第一次実行計画で推進している事業を確立、発展、再構築するとともに各施策が将来大きな成果をもたらすよう着実に取り組んでいきます概要は記事番号2の令和3年度の区政運営の基本認識の概要の通り 終わりに、新宿の街の発展に向けて新型コロナの感染拡大は区民生活や地域社会経済に大きな影響を与えています引き続き感染症対策を最優先にするとともに新たな日常を基軸とした第2次実行計画の各施策を着実に推進していきます。喫緊の課題であるワクチン接種は、 全庁的な協力体制のもとに開始してまいります区民の皆様に十分な情報を提供することにより接種率の向上に努めてまいりたいと考えています今後も現場現実を重視し区民の皆様の声をお聞きしながら新宿の街の発展に全力で取り組んでいきます以上、令和3年度区政の基本方針を表明でした 2令和3年度の区政運営の基本認識の概要新型コロナウイルス感染症対策について区民の命と暮らしを守る対応ワクチン接種に関する区民への鑑賞相談体制の構築会場確保などの体制整備区直営の検査センターの運営医療機関と連携した迅速な PCR 検査体制の確保 発熱等電話相談センターの対応ハイリスク対策チームによるクラスター発生時の機動的な検査の実施感染者移送用車両の確保要介護者を緊急一時的に受け入れる緊急ショートステイ事業の実施新たな感染症や新型インフルエンザ等の流行に備えた正しい知識の普及・啓発関係機関との連絡会の開催 地域医療機関との連携強化区内診療所への防護服マスクの配布新たな感染症等の発生を想定した訓練の実施区内産業地域経済の回復に向けた対応中小企業者への支援商工業緊急資金特例 新型コロナの影響により、業況悪化をきたしている中小企業者の資金繰りを支援するため、利子及び信用保証料を全額補助。店舗等家賃減額助成。区内事業者の事業継続を支援するため、店舗等の家賃を減額したオーナーに対し、減額した金額の一部を助成。専門家活用支援事業。 今後の事業再興に向けた事業計画の策定や補助金、給付金等を申請するにあたり、専門家の支援を受けた際にかかる費用を助成。おもてなし店舗支援。小売、飲食、サービス業を営む事業者に対し、感染拡大防止対策、業態転換、販売促進、顧客サービスの向上にかかる経費を補助。 中小企業展示会等出展支援。売上販路拡大を支援するため、オンライン開催を含む展示会等への出展費用を補助。商店会への支援。商店会共同販促支援事業。新たに共同でデリバリーや販売促進等に取り組んだ際にかかる費用を補助。商店会感染症拡大防止支援事業。 三密回避など感染拡大防止対策の取り組みにかかる費用を補助。文化芸術施設への支援。文化芸術復興支援事業。ライブハウス、劇場等、美術館、博物館を対象に、配信用動画の撮影や施設の感染症対策に必要な経費を補助。第二次実行計画について、1。 暮らしやすさ一番の新宿子どもや若者高齢者障害者などすすべての区民の民皆様が生き生ききと暮ららしし続けられるまづくりを推進しますこのため健康寿命の延伸に向けた取り組みの充実や地域包括ケアシステムの推進障害者が生き生きと暮らし続けられる環境の整備安心して子育てできる環境の整備や教育の充実地域の実情に合って たまちづくりの推進などに取り組んでいきます写真がありますキャプションは3世代交流サロン写真終わり 2. 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化区民の皆様が安心して日々の生活を送ることができるよう災害に強い逃げないで住む安全なまちづくりと暮らしやすい安全で安心なまちの実現を目指しますこのため 建築物の耐震化の促進や災害に強い都市基盤の整備、避難所運営体制の充実、犯罪のないちづくり、感染症の予防と拡大防止などに取り組みます。3. 賑わい都市新宿の創造。商業、業務、文化、居住機能など多様性に富んだ新宿区の都市機能や都市環境を活かしたちづくりを推進し、 持続的に発展する新宿を創造していきます。このため、地域の特性を生かしたまちづくりの推進や、ユニバーサルデザインのまちづくり、地球温暖化対策、産業振興や商店街支援、文化、観光、スポーツ振興などの施策の推進に取り組みます。4. 健全な区財政の確立。各施策を着実に推進するため、 公民連携や ICT の活用による効果的、効率的な行財政運営を行うとともに、公共施設マネジメントの強化などに取り組みます。5. 好感度一番の区役所。行政手続きのオンライン化など、行政のデジタル化を進め、行政サービスの向上に取り組むとともに、職員の能力開発を推進していきます。 なお各施策の主要事業は次の記事で紹介しています。以上、令和3年度の区政運営の基本認識の概要でした。3、令和3年度に取り組む主な事業。新宿力で創造する安らぎと賑わいの街の実現に向けて取り組む主な事業のうち、その一部を新宿区総合計画で示す5つの基本政策に沿ってご紹介します。 前の記事から続く。問い合わせ、企画制作課、本庁舎3階。電話52733502。f クス5 2 7 2 5 5 0 0へ。基本政策1。暮らしやすさ一番の新宿。気軽に健康づくりに取り組める環境整備。新宿健康ポイント、健康アクションポイントの実施。 高齢期の健康づくりとフレイル予防。新宿生き生き体操。新宿ごっくん体操。新宿百トレの普及啓発。仮称、新宿健康長寿ガイドブックの配布。新宿生き生き体操体操風景の写真があります。生活習慣病の予防。糖尿病の正しい知識の普及啓発。 食生活の改善や適切な運動習慣の実践等の推進。自殺対策の推進。相談窓口自動案内及びハイリスク者へのインターネットゲートキーパー事業の実施。乳幼児から始める歯と口の健康づくり。副化物塗布事業の対象を拡大。中落合高齢者在宅サービスセンター内の地域交流スペースにおける 地域支え合い活動の展開通いの場医療機関介護事業所等の地域資源情報を一元化した「仮称地域資源情報管理システム」による地域で支え合う仕組みづくりの推進障害者が情報の取得や意思疎通のための手段を選択することができる環境づくり遠隔手話通訳等に対応した窓口用タブレット端末の配備 タブレット端末の写真があります待機児童の解消に向けた保育所の整備と定員拡大保育所での子どもたちの様子の写真があります放課後の小学生の居場所の充実学童クラブの新設広場プラス実施箇所の拡大産前産後支援の充実家事の支援や悩みの相談に応じるドゥーラの派遣 ショートステイ型の産後ケア事業の開始 ICT を活用した教育の充実児童生徒一人一台のタブレット端末の活用による個別最適化された学び等の実現教室で一人一台のパソコンを前にする子供たちの写真があります発達に心配のある児童生徒への支援特別支援教育推進員の増員 一人一人の特性を把握するアセスメントツールの導入。不登校児童生徒への支援。訪問型支援等による多様な学習活動への支援。セーフティーネットの整備充実。生活困窮者への住居確保給付金の支給。精神的な不安を抱える生活保護受給者へのカウンセリング料補助の開始。 新型コロナ対策に関連する中小企業者向けコンサルタント派遣の回数増等。配偶者等からの暴力の防止。相談窓口の周知。啓発講座等の開催。町会自治会活性化への支援。ICT 化支援講座。コンサルタント派遣事業の拡充。地域コミュニティ事業助成の実施。 青年貢献制度の利用促進。基本政策2。新宿の高度防災都市化と安全安心の強化。災害に強い逃げないで済む安全な町づくり。耐震改修工事費助成の拡充。擁壁崖の安全化対策。木造住宅密集地域の防災性強化。再開発による市街地整備の推進。 災害に強い体制づくり、避難所での感染拡大防止対策をまとめたガイドラインの配布、避難所への感染症対策物品配備、マンションの防災資機材助成の拡充、犯罪のない安心な街づくり、町会・商店会の防犯カメラの設置、維持・管理・経費の助成、自動通話録音機の貸し出し等による特殊詐欺対策、 良好な生活環境づくり、路上喫煙禁止の周知・啓発、パトロール巡回、区が作成するパンフレット、地震に強いあなたの住まいの写真があります。基本政策3、賑わい都市新宿の創造、新宿駅周辺地区の整備推進、新宿の拠点再整備方針に基づく町づくりの推進、 新宿駅東口まちづくりビジョンに基づく建築物の更新や歩行者空間の創出新宿三丁目交差点周辺の賑わいの拠点としての整備方針策定に向けた取り組み地域特性を生かしたまちづくりの推進高田の馬場駅周辺飯田橋駅東口周辺かぐら坂地区等のまちづくり新宿区景観ちづくり計画 新宿区景観形成ガイドラインの改定に向けた取り組み新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例に基づくまちづくりの推進新宿区ユニバーサルデザインまちづくりガイドブックの写真がありますバリアフリーの整備促進新宿区移動等円滑化促進方針の策定道路環境の整備小瀧橋通りの歩道改修 相大通りの車道改良。江戸川橋通りの歩道拡幅に向けた取り組み。交通環境の整備。新宿通りなど7路線の自転車通行空間の整備。民間事業者を活用した駐輪場整備。鉄道駅ホームドア、エレベーターの設置促進。新宿中央公園の魅力向上。ちびっこ広場の再整備。 花の森の整備に向けた検討新宿中央公園ちびっこ広場整備イメージの写真が2枚あります地球温暖化対策の推進区民事業者への意識啓発省エネルギー機器設置助成 CO2 削減目標の見直しや地球温暖化対策に向けた取り組みの検討食品ロス削減の推進 フードシェアリング事業者と連携した食品ロス削減協力店登録制度の推進フードドライブの実施新宿文化観光資源案内サイトを活用した新宿一品の情報発信染色印刷製本団体が開発した商品の周知活動への助成 染色印刷製本団体が企画開発したプロジェクトアザリーの周知活動を支援とあり、アザリーで開発したクラッチバッグの写真とアザリーロゴマークのイラストがあります。新宿ものづくりの振興、新宿ものづくりマイスターの PR、魅力ある商店街の活性化に向けた支援、大学等との連携、商店街情報誌の発見、 「新宿の歴史文化の魅力向上」「新宿にゆかりのある文化人等の情報発信」「漱石参謀記念館の来館者の利便性向上」に向けた取り組み「新宿区スポーツ施設整備基金」を活用した「大久保スポーツプラザ提供場」の整備「東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた機運醸成・普及・啓発」 多文化共生のまちづくりの推進新宿区ホームページによる情報発信の強化平和啓発事業の推進平和コンサート親と子の平和派遣被爆者の体験講話平和都市宣言35周年記念事業の開催基本政策4健全な空財政の確立公民連携の推進 民間提案制度の導入に向けた検討。ICT の活用による窓口サービスや業務手順の改善。基本政策5、高感度1番の区役所。電子納付の推進。交通系電子マネー決済の導入。スマートフォンアプリを活用した電子マネー決済の導入準備。行政手続きのオンライン化の推進。 以上令和3年度に取り組む主な事業でした続いて新宿区映像の記録貴重な過去の映像資料を公開しています区では過去に16ミリフィルムで撮影した区のイベント行事等の映像資料をフィルムの劣化等による消失を防止するとともに活用しやすくするためにデジタル化しましたデジタル化した映像は 昭和53年から平成11年に撮影した67タイトルでいずれも音声はないものの過去の区の取り組みや町の移り変わりが分かる貴重な資料になっています。デジジタル化した映像は新宿区ホーーームペ二次元コードがありますで動画配信しているほか区政情報センター本庁舎1階区立図書館所蔵は中央図書館のみで DVD を貸し出しています。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話5273-4064へ。公開している主な映像、写真が6枚あります。内容、撮影年の順です。1. 20歳の集い、昭和54年。2. 都庁建設予定地、空撮、昭和61年。3. 四ツ谷第七小学校運動会、平成6年。四、平和コンサート、平成2年。五、震災訓練、昭和53年。六、内藤新宿300周年記念、ファイナルパレード、平成10年。ここでテープ第一巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。テープ第一巻 B 面。四、 四月の保健センター等の教室相談。保健センター等の問い合わせ先。牛込保健センター。電話三二六零六二三一。ファクス三二六零六二二三。郵便番号一六二の零八五一。弁天町五十。四谷保健センター。電話三三五一五一六一。ファクス三三五一五一六六。 郵便番号1 6 0の0 0 0 8四谷三栄町1 0十1 6東新宿保健センター電話3 2 0 0一1 0 2 6ファクス3 2 0 0一1 0 2 7郵便番号1 6 0の0 0 2 2新宿7二2 6の4落合保健センター電話3 9 5 2七7 1 6 1 ファクス郵便番号 161−0033 下落合4の6の7女性の健康支援センター電話3 3 5 1五5 1 6 1ファクス3 3 5 1五5 1 6 6郵便番号1 6 0の0 0 0 8四谷三栄町1 0十1 6四谷保健センター内表事業名7 内容、担当、日にち、時間の順に読みます。母子関係の授業は、母子健康手帳をお持ちください。予約制のものは、3月8日、月曜から受け付けます。ただし、新型コロナの感染拡大状況によっては、変更の可能性がありますので、お問い合わせください。まず、初めて歯科相談、予約制、虫歯予防等の相談、歯磨きの仕方、一歳児対象。 牛込8日木曜四谷2日金曜東新宿5日月曜落合6日火曜いずれも9時から10時30分まで次育児相談個別相談おおむね1歳までの乳幼児牛込9日金曜9時から10時まで同じくさくらんぼクラブ個別相談四谷8日木曜9時から11時まで。 同じく個別相談おおむね1歳までの乳幼児東新宿23日金曜9時から10時まで落合7日水曜13時から14時30分まで次はじめまして赤ちゃん応援教室散布クラス予約制グループでのミニ講話および情報交換おおむね4か月までのお子さんを育てているお母さんと赤ちゃん牛米 23日金曜四や8日木曜東新宿15日木曜落合21日水曜いずれも13時15分から14時15分までと15時から16時まで次離乳食相談予約制栄養士による個別相談牛込13日火曜四二22日木曜東新宿12日月曜 おちあい、23日金曜、いずれも9時から10時30分まで。次、女性の健康専門相談、予約制、女性の婦人会などの個別相談、思春期から更年期の女性の体や婦人家系の症状などの相談ができます。女性の健康支援センター、四つ夜、9日金曜は産婦人科系全般、27日火曜は更年期専門、 いずれも14 16時時から16時まで次精神保健相談予約制精神科医師による思春期から高齢期認知症を含むまでの心の相談牛込6日と20日の火曜14時15分から16時30分まで四谷26日月曜14時から16時15分まで東新宿7日水曜と23日金曜 13時15分から15時30分まで落合8日木曜14時から16時15分まで次、つ専門相談、予約制、精神科医師による個別相談四夜15日木曜14時から16時15分まで表終わり両親学級4月24日土曜午前9時30分から11時までと 午後1時から2時30分まで2回とも同じ内容妊娠している方とパートナーを対象に沐浴実習やパパの妊婦体験赤ちゃんを迎えるにあたっての講義を実施します会場問い合わせ落合保健センターへ申し込み方法等詳しくは4月1日木曜以降にお問い合わせください以上4月の保健センター等の教室相談でした 続いて平日土曜日の夜間にお子さんが急病になったら新宿平日土曜日夜間子ども診療室富山1-21-1国立国際医療研究センター病院内電話とファックス6228-0713診療時間小児科月曜から金曜午後7時から10時まで土曜は午後6時から10時まで祝日等を除く。 受付は午後9時30分まで。保険証等をお持ちください。なるべく事前に電話で症状を伝えてから受診してください。休日夜間等の医療機関のご案内。東京都医療機関案内サービスひまわり。電話5272-0303-24時間。ファクス5285-8080。ホームページ h t t p w w w h p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  h himawari.metro.tokyo.jp スラッシュ続いて3月は自殺対策強化月間気づき支え合う一人じゃない悩みは抱え込まずに相談を悩みは抱え込まずに相談してください周囲の人の人悩みに気づいたら 声をかけ悩みをゆっくりと聞き相談する場があることを伝えてください問い合わせ「健康政策課健康企画係」「電話52733024」「ファックス52733876」へ「へ心と命の相談窓口」「東京都自殺相談ダイヤル心と命ののホットライン」「電話0570087478」 午後2時から翌午前5時30分まで年中無休3月23日火曜から27日土曜までは24時間受付東京自殺防止センター電話90 90午後8時から翌午前2時30分まで年中無休月曜は午後10時30分から翌午前2時30分まで。 火曜は午午後時時から翌午前2時30分までなお3月7日日曜までは先の電話番号のほか「0120589090」90 90でも受付相談ホットラインアトマーク東京」「スマートフォンアプリ LINE で相談に応じます」「都福祉保健局ホームページから友達登録してご利用ください」「二次元コードがあります」 午後3時から10時まで受付は午後9時30分まで保健センターの心の悩みの相談保健師が電話面接で相談をお受けします精神科医の精神保健相談月1回程度予約制や周囲の方からの相談も受け付けています次の各保健センターへ牛込電話3260-6231 ファクス四ツ谷電話33515161ファクス33515166東新宿電話32001026ファクス32001027落合電話39527161ファクス39529943日時月曜から金曜年末年始祝日等を除く 午前八時三十分から午後五時までご活用ください。ゲートキーパー養成講座オンライン、三月三十一日水曜まで YouTube で配信しています。二次元コードがあります。ホームページ h t t p s コロンスラッシュスラッシュ w w w .dot y o u t u b e .dot c o m スラッシュ p l a y l i s t クエスチョンマーク、LIST、イコール、大文字 PLMZW、小文字 WU、アンダーバー、大文字 SU8、小文字 M、アンダーバー YQ、大文字 GW、小文字 A、33P、大文字 S、数字 Q、大文字 DN3、大文字 HNF、0、小文字 F、ハイフン S、 大文字 A 困りごと悩みごと相談窓口一覧健康や家庭生活の問題など相談内容別に相談窓口を掲載している冊子を発行しています冊子の写真と二次元コードがあります健康政策課保健センター特別出張所等で配布しています新宿相談ナビ相談窓口自動案内 悩み事や困りり等の各種相談窓口を検索でできるウェブサイトですす、so、次元コードがあります質問に答えると相談窓口等の情報を案内します。5 子ども教育のコーナーナ件まず「人形劇」「イベント」「3月14日日曜午後1時から2時まで会場落合第二地域センター対象小学生までのお子さんと保護者30名」「演目」「ブレーメンの音楽隊」「出演は劇団会の日」「申し込み」「3月7日日曜から」「電話39544373」「 または直接西落合図書館へ、先着順。次「子ども読書リーダー講座図書館員体験」イベント1本の修理3月20日祝日午前10時から12時までと28日日曜午後1時45分から3時45分まで2回とも同じ内容2ポップ作り 3月20日祝日午後1時45分から3時45分までと28日日曜午前10時から12時まで2回とも同じ内容1と2共通会場中央図書館対象小学4年生から中学生まで各回10名申し込み3月9日火曜から電話33641421または直接子供図書館へ 大久保中央図書館内先着順次お楽しみお話し会イベント3月27日土曜午後3時から3時30分まで会場大久保地域センター対象小学生までのお子さんと保護者10名内容絵本の読み聞かせ申し込み3月7日日曜から電話32093812 または直接大久保図書館へ先着順次「ストームグラス作りイベント」3月28日日曜1は午前9時30分から11時30分まで2は午後0時30分から2時30分まで2回とも同じ内容「会場四谷地域センター対象小学生各回6名保護者同伴不可」「内容」 天気によって結晶が変化するストームグラス作り講師は大田光二郎元高校科学教諭申し込み3月7日日曜から14日日曜までに電話33410095または直接四ツ谷図書館へ応募者多数の場合は抽選以上子ども教育のコーナーでした続いて子ども医療症 マルコ医療証を発送しました3月5日未就学児対象の乳幼児医療証マルニュー医療証をお持ちで平成26年4月2日から27年4月1日生まれの方を対象に4月1日木曜から使用できるマルコ医療証を3月5日に発送しました切り替えの手続きは不要です 3月中に届かなかった場合はお問い合わせください黄色い子ども医療証の写真があります問い合わせ子ども家庭課子ども医療手当係本庁舎2階電話52734546ファクス32091145へ続いて就学援助の申請を教育費の一部を補助しています区内在住で次のいずれかに該当し 経済的にお困りの方、所得制限あり、に教育費の一部を補助しています。対象、義務教育中のお子さんがいる保護者、中学校の夜間学級に在学する生徒の保護者、または20歳以上の生徒本人、申し込み、区立小中学校に通学する方は、学校に申請してください。公立・国立・私立の小中学校に通学する方は、 3月31日水曜までに次の問い合わせ先へご相談くださいなお3月に小中学校入学準備金の入学前支給を受ける予定の方も申請が必要です問い合わせ学校運営課学校運営支援係第一文庁舎4階電話5273-3089ファクス5273-3580へ6 進め、新宿健康フレンズ。新宿健康フレンズが健康づくりのヒントを紹介します。今回のテーマは若い女性の痩せです。偏った食生活や極端なダイエットによる痩せは、月経異常や貧血、骨粗鬆症などを引き起こす危険があります。一日三食のバランスのいい適量の食事と適度な運動で標準体重を維持しましょう。 問い合わせ。健康づくりか健康づくり推進係。新宿、五の十八の十四。新宿北西ビル四階。電話、五二七三三零四七。ファクス、五二七三三九三零。四コマ漫画、ボリューム十一。そのダイエット、本当に必要。一。猫の心が、ファッション雑誌を見ています。春服、欲しいなあ。だけど、今の体型じゃ。 2すらりとした自分をイメージする心私もこんな風になりたい細身のワンピースを着てポーズをとっています3夜ウォーキングする心一日一万歩サプリと水でいいかふらふらバタッと倒れる心うわーリスのナナが見ています4 焼き魚、味噌汁、おにぎり、小鉢三皿ののったテーブルを前に、リスの7。無理なダイエットは危ないし、美容には逆効果。心、なるほど。適度な運動とバランスのいい食事でいいんだね。漫画終わり。標準体重の範囲内か確認してみましょう。標準体重とは十八点五小なりイコール。 B. M. I. 小なり二十五。B. M. I. イコール体重キログラム割る身長メートル割る身長メートル。B. M. I. は身長と体重から算出される体格指数で肥満の度合いを判定する数値です。以上進め新宿健康フレンズでした。続いて野菜に首ったけ。毎月八日は新宿野菜の日。 区では手軽に美味しく野菜がとれる料理を掲載しているレシピ集二次元コードがあります。を健康づくり課特別視聴所区立図書館等で配布しています。料理ごとの一人分の野菜量や調理時間の目安が一目でわかるようになっており、野菜を選ぶポイントや保存方法等も紹介しています。問い合わせ健康づくり課健康づくり推進係、 電三九三零。3月のレシピチンゲンサイと厚揚げのおい米を炒めチンゲンサイは炒めすぎると色や食感が悪くなるので注意しましょうコチュジャンを除いて作れば小さいお子さんや辛いものが苦手な方でも食べられます材料2人分チンゲンサイ4株厚揚げ1枚 グラム油適量以下 A にんにくチューブ1ンチマヨネーズ大さじ1オイスターソース大さじ1と2分の1一、コチュジャン小さじ1作り方1チンゲン菜は根元を切ってから葉と茎に分け葉は一口大に茎は短冊切りにする厚揚げは一口大に切る。2フライパンに油をひき さいの茎の部分を入れてさっと炒め厚揚げ葉の部分を加えて炒める火が通ったらよく混ぜた A を加え軽く炒め合わせる7支える薬王子の講座講座5件いずれも区内在住の方が対象互いに助け合い支え合う地域支え合い活動の拠点です。問い合わせ 薬王寺地域支え合い館市ヶ谷薬王寺町51電話33532333土曜日曜祝日を除く午前9時から午後6時まで1支える歌声広場3月23日火曜午前10時から11時30分まで定員8名内容ハミングによる演劇の等の促進とリズム活動を通した体感訓練 講師は佐谷由音楽療法士2体元気体操4月12日19日26日5月10日17日24日31日6月7日14日21日28日7月5日12日26日8月2日の月曜祝日を除く午後1時から3時まで全15回。 定員9名なお5月24日6月21日7月26日は講師が不在の自主活動です内容ストレッチと筋力アップの体操講師は郷間かな子理学療法士3認知症予防講演会絵本の読み聞かせで脳と地域を活性化4月2日金曜午後1時から3時まで定員24名 会場は牛込タンス地域センター内容「講話」話なぜ絵本の読み聞かせで脳と地域を活性化」なのかと読み聞かせの実演講師は鈴木博之東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム4シニアの絵本読み聞かせ講座東京都健康長寿医療センター研究所が開発した 認知症予防の絵本読み聞かせの実践講座です受講を希望する方は3の講演会に参加してください4月16日30日5月7日14日21日6月4日11日18日7月2日9日16日30日8月6日の金曜午後1時から3時まで全13回 定員50歳以上の方9名なお4月16日と8月6日の金曜に健康調査が8月20日9月3日17日いずれも金曜午後1時から3時にフォローアップ講座があります。5ガーーーデニングサポーター養成講座。講座終了後はサポーターとして近隣保育園や高齢者等施設へのお花の提供や 屋上庭園の維持管理等で活躍していただけます支える薬王子で行う講座は4月19日5月17日6月21日7月26日8月23日9月13日の月曜午前10時から12時まで全6回高齢者等施設での花壇作りは8月23日9月13日の月曜午前10時 午後1時30分から3時30分までと9月27日29日いずれも水曜午前10時30分から午後0時30分または午後1時30分から3時30分いずれかの枠で2回定員8名なお支える薬王寺の利用が初めてで同館で行う講座六同館で行う講座6回と。 花壇作り実習2回の全8回に参加できる方を優先します内容各回テーマごとの座学と助走や庭園の水やり等フィールド作業講師は小山隆一花と緑のコンサルタント薬王寺地域支え合い館の外観各講座の教室の様子ガーデニング実習の写真が8枚あります。申し込み 一は三月十二日金曜まで、二から五までは三月十九日金曜までに。電話または直接支える役王子へ。応募者多数の場合は抽選。以上支える役王子の講座でした。ここでテープ第一巻を終わります。引き続き第二巻をお聞きください。新宿区役所発行声の広報。令和三年二千二十一年三月五日発行。 第2348号テープ第2巻 A 面8区立障害者福祉センターの講座講座4月からの参加者を募集問い合わせ区立障害者福祉センター郵便番号162-0052富山1-22-2電話3 2 3 2 3 7 1 1 f クス3 2 3 2 3 3 4 4 4月開講講座、日時定員等、表、講座名、日時回数、定員開始日の順です。4月から翌年3月まで5件、書道、毎月第1第3月曜午後2時30分から4時30分まで24回、12名、4月5日、茶道、毎月第1火曜午後1時から3時まで12回、 12名4月6日。俳句。毎月第4木曜午後1時から3時まで12回10名4月22日。知的障害者向け体操講座。18歳以上65歳未満の知的障害がある方が対象です。毎月第2土曜午後1時30分から3時まで12回20名4月10日。フラダンス。 毎月第2第4水曜午後1時30分から3時まで24回10名4月14日4月から9月まで2件組紐前期火曜午後1時から3時まで24回8名4月6日絵手紙講座前期毎月第3水曜午後1時15分から3時15分まで6回 8名、4月21日。4月から7月まで、3件。生き生き健康、前期。月曜午前10時から11時30分まで、13回。8名、4月5日。優しいアロマヨガ。火曜午前10時から11時30分まで、13回。8名、4月6日。携帯操、前期。 木曜午前10時から11時30分まで13回8名4月8日4月から6月まで3件陶芸前期月曜午後1時15分から3時15分まで11回6名4月5日パソコンワード応用水曜午前10時から11時30分まで10回6名4月7日 パソコン、ワード応用、木曜午後1時30分から3時まで、十回、6名、4月8日。なお、書道、茶道、組紐全期、絵手紙講座全期、陶芸全期は、別途材料費がかかります。表、終わり。対象、区内在住で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 愛の手帳をお持ちの方。定員に余裕がある場合は家族の参加もか。費用1回100円。減免制度あり。会場申し込み。3月19日金曜までに電話かファクス、記入例のほか障害名、手帳の種類、希望講座、パソコンは曜日も、を記入。または直接区立障害者福祉センターへ。 応募者多数の場合は抽選手話講習会区立障害者福祉センターでは手話通訳者やボランティアを要請するとともに聴覚障害者との交流機会を促進することを目的に手話の講習会を実施しています区内在住・在勤・在学の15歳以上で年間を通して参加できる方が対象です なお、18歳未満の参加者は、保護者の同意が必要です。日時、いずれのコースも、昼、夜、クラス、全40回、ベッド、試験日あり、を開講しています。昼クラス、5月13日から令和4年3月10日までの木曜午前10時から12時まで。夜クラス、5月11日から令和4年3月8日までの火曜午後7時から9時まで。 試験日、中級コース以上は試験に合格した方が受講できます。昼クラス、中級通訳コース、4月15日木曜午前10時から12時まで、上級コース、4月22日木曜午前10時から12時まで、夜クラス、中級通訳コース、4月13日火曜午後7時から9時まで、上級コース、4月20日火曜、 午後時時から9時まで対象初級コース初めて手話を学ぶ方15名中級コース初級終了程度の方10名上級コース中級終了程度または学習歴2年以上の方10名通訳コース上級終了程度または学習歴3年以上の方8名 なお、上級通訳コースは区内で手話通訳者として活動する医師をお持ちの方が対象です通訳コースは新宿区登録手話通訳者専攻試験の受験が必須費用2,000円から3,000円程度テキスト代会場申し込み往復はがきに記入例のほか年齢区内在勤在学の方は勤務先学校の名称所在地 希望コースとクラス、昼、夜の別、手話学習年数、どこで何年学習したか等を記入し、3月26日金曜決心有効までに、区立障害者福祉センターへ、初級は応募者多数の場合、書類選考の上、抽選。以上、区立障害者福祉センターの講座でした。9 シルバー人材センターのパソコン初動教室講座年齢にかかわらず受講できます各教室の講師をシルバー人材センターの会員が務めることでシルバー世代の就業機会を増やすとともに受講者には生きがいづくりのきっかけにしていただけるよう開講しています問い合わせシルバー人材センター郵便番号160-0022新宿7-3-29 新宿ここから広場仕事等電話三二零九三一八一。ファクス三二零九四二八八。ホームページ。H. T. T. P. S. コロンスラッシュスラッシュ。W. E. B. C. ドット S. J. C. ドット N. E. ドット J. P. スラッシュ。S. H. I. N. J. U. K. U. スラッシュ。パソコン教室。日時内容等。次の通り。 午前クラスは午前9時30分から午後0時20分まで。午後クラスは午後1時から3時50分まで。各全2回。表、教室名、A から H まで8件。主な内容、日程、2日制、クラス、1から22までの順です。A、初めてのパソコン。パソコンの動かし方、マウス操作、文字入力の基礎。 4月1日木曜と2日金曜。1午前2午後。5月6日木曜と7日金曜。3午前4午後。B ワード基礎。文書作成の基本操作。イラスト入りの文書作り。4月5日と12日の月曜。5午前6午後。5月11日と18日の火曜。7午前8午後。 C. ワード中級。表作成機能を使った見やすい文書作り。4月14日と21日の水曜。9。午前。5月19日と26日の水曜。10。午後。D. ワード活用。アート機能などを使った見栄えの良い文書作り。4月15日と22日の木曜。11。午前。 5月20日と27日の木曜、12午後。E、エクセル基礎、データ入力、数式の使い方、表作成。4月6日と13日の火曜、13午前、14午後。5月10日と17日の月曜、15午前、16午後。F、エクセル中級、 集計表、グラフの作成。4月14日と21日の水曜。17、午後。5月19日と26日の水曜。18、午前。G、エクセル活用。データベース操作。データの並び替え、抽出。4月15日と22日の木曜。19、午後。5月20日と27日の木曜。20 午前。H. インターネットメール講座。インターネットの使い方。メール作成。送受信。四月九日と十六日の金曜。二十一午前。五月十四日と二十一日の金曜。二十二午後。表終わり。対象。区内在住在勤で。A はパソコン未経験の方。BEH は文字入力。 CD はワードの基本操作 FG は Excel の基本操作ができる方各クラス4名費用 A は3000円 B から H は4000円2日分別途テキスト代500円会場申し込み3月15日必着までにはがきかファクス記入例のほか希望クラス1から22の別を記入で シルバー人材センターへ、応募者多数の場合は抽選。初動教室、日時4月5日19日、5月10日24日、6月7日21日、7月5日19日のいずれも月曜、初級、中級、上級、研究科1、4月12日26日、 5月17日31日、6月14日28日、7月12日26日のいずれも月曜、研究科2、いずれも午前クラスは午前10時から12時まで、午後クラスは午後1時30分から3時30分まで、各クラス全8回、なお開校日を土曜日に変更する場合があります。 土曜日の場合午前クラスは午前10時から12時まで午後クラスは午後1時から3時まで対象区内在住在勤の方午前午後クラス各5名内容初級漢字仮名の基本はがきの書き方ほか中級漢字仮名変態仮名ほか上級手紙文詩文調和体ほか 研究科千字門百人一首」「古典個室の臨床ほか「費用8,000円」「全8回」「途中入会でも同額」「会場申し込み」「3月8日月曜から電話でシルバー人材センターへ先着順」「新規会員募集」「センターの会員になって家事補助や 区役所、学校での事務補助などの仕事をしてみませんか区内在住の60歳以上で、健康で就業意欲のある方を募集しています。インターネットで入会申し込みができます。シルバー人材センターホームページ <kicking. S 1> <enthus ias. S 2>、https://www.s22s.jp/.ef/.1332/. コロンススララッッシシュュスラッシュスラッシュ f l o w 二次元コードがありますから30分程度の入会説明会の動画をご覧いただくと受講・入会申し込み・個別面談予約ができます後日シルバー人材センターで入会登録手続き接遇研修・就業相談を行います対面式入会説明会もあります1時間程度の説明会を受講した後 入会申し込みを,受け付けます入会を申し込まれた方に、後日入会登録手続き、接遇研修、就業相談を行います。対面式説明会日時、3月10日水曜午前10時からと11日木曜午後1時30分から、以上、シルバー人材センターのパソコン初動教室でした。10 1> 第1回地域コミュニティ事業女性様々な地域活動団体の取り組みを応援します申請期間は4月1日から9日事前相談を受け付けています区民主体の地域活動団体が行う防犯パトロールや世代間交流等の取り組みを支援し地域コミュニティの活性化絆づくりを推進します対象団体 町会、自治会、地区町会連合会、地区協議会、マンション等共同住宅の居住者で構成される団体、またこれらいずれかの団体を含む実行委員会、地域活動団体や NPO 法人等、一定の要件あり、対象事業、4月1日木曜から8月31日火曜に実施する次のいずれかの事業、 地域全体の問題解決。安全安心な街づくり。地域交流の促進。助成金額。原則として、助成対象経費の4分の3。上限額は原則1事業につき10万円。令和3年度から交通安全運動、防犯パトロール、見守り活動、路上清掃、町会、自治会、掲示板の新設等。 防災訓練で事業を実施するにあたり収入のないものは助成対象経費の10分の9。新型コロナ対策にかかる物品経費は1万円まで10分の10を助成します。申し込み。制度の利用や申請書等作成について事前に相談の上、所定の申請書等を4月1日木曜から9日金曜に事業を実施する地域の特別出張所。 特別出張所所管地区以外は地域コミュニティ課コミュニティ係本庁舎1階電話5273-4127へ詳しくは同課特別出張所で配布の募集要項でご案内しています新宿区ホームページからもご覧いただけますなお4月9日金曜までに申請した事業は5月7日金曜までに交付対象事業を決定します また第2回目の募集は7月1日木曜から令和4年3月31日木曜に実施する事業を対象に申請を受け付ける予定です。詳しくは広報新宿後の号でご案内します。以上第1回地域コミュニティ事業助成でした続いて飯田橋駅前地区に係る都市計画の説明会縦覧等問い合わせ景観まちづくり課 郵便番号160-8484歌舞伎町1-4-1本庁舎8階電話5 2 7 3 3 5 6 9 f クス3 2 0 9 9 2 2 7へ説明会オンライン3月31日水曜まで新宿区ホームページで説明資料動画を掲載配信しています内容用途地域変更素案 地区計画等原案市長環境のない方向けの動画視聴会3月16日火曜1午後1時30分から2時30分まで2午後6時30分から7時30分まで2回とも同じ内容会場牛込タンス地域センタータンス町15申し込み電話かファックス記入例のほか希望時間12の別を記入 で、景観・町づくり会各会定員50名縦覧意見書の提出地区内の土地・建物の所有者または一定の利害関係者で原案の内容に意見がある方は意見書を提出できます縦覧期間3月17日水曜から31日水曜まで意見書の提出期間3月17日水曜から4月7日水曜まで 獣覧場所意見書の提出先景観ちづくり会続いて新生活を始める外国人の方へ新宿生活スタートガイド動画を公開中新生活を始める外国人の方に役立つ情報や暮らしのルールを紹介する動画です日本語音声の映像に7言語英語中国語韓国語ネパール語ベトナム語ミャンマー語 ルビ付き日本語の字幕付きでいずれも全8種類あります新宿区ホームページや区公式 YouTube チャンネル新宿区チャンネルで配信しているほか区政情報センター本庁舎1階区立図書館所蔵は中央四ツ谷下内合のみで DVD を貸し出しています問い合わせ多文化共生推進課多文化共生推進係 本庁舎1階。電話5273-3504へ。各動画のタイトル。いずれも3分から5分程度。1。日本の住まいでの約束事。これを守って快適な新宿生活を。2。部屋を借りる人必見。日本の賃貸借の基礎知識。3。病院に行くときには保険証が必要。国民健康保険。 4. 日本は地震国。日頃からの備えで命を守る。5. 知らないと危ない。自転車利用のマナー。6. 資源、ゴミの出し方のルールを守りましょう。7. 新宿区で生活する外国人の皆さんへのサポート情報。8. 新宿で事業を始める人のための事業系の資源、ゴミの出し方。 動画の視聴ができる二次元コードが印刷されています。その他、写真が三枚、一枚目。アゼリア、シンウェル。いずれも同ガイドキャラクター。二枚目。国民健康保険証の説明シーン。三枚目。地震が起きた際の説明シーン。写真、終わり。十一。自転車の保険にご加入ください。 東京都では自転車利用中の事故により他人にけがをさせてしまった場合等の損害を賠償できる保険等自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられています自転車利用者が未成年の場合は保護者が保険等に加入する義務があります次のいずれかに該当する場合すでに自転車損害賠償保険等に加入しています損害保険会社が扱う火災保険や自動車保険等 に個人賠償責任保険が特約として付帯している場合自転車安全整備店で点検整備・有料を受け点検日から1年以内の TS マークが自転車に貼ってある場合 TS マークが印刷されています保険の加入状況を確認しましょう次の保険協債に加入している場合個人賠償責任保険が特約として契約 付帯されているかご確認ください。確認特約の追加方法等詳しくは各保険会社へお問い合わせください。なお、日常賠償責任保険、賠償責任協賠の名称で加入している場合もあります。自転車保険等の名称で販売している損害保険とのセット商品、自動車保険特約、火災保険特約、傷害保険。 特約、クレジットカードなどの付帯保険会社等の団体保険 PTA の保険など学校等で加入募集を受ける団体保険交通安全協会の自転車会員として加入している団体保険問い合わせ交通対策課交通企画係本庁舎7階電話52734265へ以上自転車の保険にご加入ください でした続いてバイク軽自動車等の廃車手続きは3月31日までに譲渡売却廃棄などですでに軽自動車等を所有していない場合や盗難に遭った場合に廃車手続きをしていないと令和3年度も軽自動車税種別割が課税されます廃車手続きが済んでいない方は必ず3月31日水曜までに手続きをしてください 手続きの場所は軽自動車等の種別により異なりますなお軽自動車税種別割は毎年4月1日付加期日現在原動機付き自転車小型特殊自動車オートバイ軽自動車を所有している方が納める税金です令和3年度グリーン化特例軽課税軽自動車3輪4輪のグリーン化特例 計課税が令和3年度も適用されます令和2年4月1日から3年3月31日に新規取得した排ガス性能燃費性能の優れた環境負荷の小さい新車が対象車両ですなお令和3年4月1日以降に取得した貨物車自家用車は電気自動車等のみが対象です廃車手続きの場所問い合わせ 原動機付き自転車 125cc 以下小型特殊自動車は区税務課収納管理係本庁舎6階電話5 2 7 3 4 1 3 9ァクス3 2 0 9 1 4 6 0オートバイ 125cc を超えるものは練馬自動車検査登録事務所練馬区北町2-8-6電話050-5540-2032 軽自動車三輪四輪は軽自動車検査協会東京主幹事務所練馬支所板橋区新芽一1十1 2二2 4電話0 5 0三3 8 1 6一3 1 0 1へここでテープ第2巻 A 面を終わりますそのまま裏返して引き続きお聞きくださいテープ第2巻 B 面12区関連観光所情報2件 まず、笑顔があふれるスリック遊びの広場、イベントオリジナルフォトフレーム作り3月14日日曜午後1時30分から3時30分まで内容タイルやビーズ花などで飾り付けて白木のフォトフレーム作り主催新宿区レクリエーションインストラクターズクラブスリック公園新宿区会場申し込み 当日直接大久保地域センターへ先着40名未就学児は保護者同伴問い合わせスリック事務局電話33764518へ次音楽家応援コンサートイベント寄付で応援しよう3月20日祝日午後2時から4時まで会場ベルサール高田馬場大久保382定員500名 区内在住の方の優先席30席内容弦楽器金管楽器の演奏とオペラ歌唱出演は相良和子ソプラノ歌手天崎由美子バイオリン奏者与田康之トランペット奏者ほか公演新宿区主催申し込み電話で沢上オペラ芸術振興財団へ電話0570023223 月曜から金曜午前10時から午後5時まで。詳しくは、沢上オペラ芸術振興財団ホームページでご案内しています。当日も受け付けます。以上、空間連観光所情報でした。続いて、全世代向けの多彩なイベントのコーナー4件。まず、初心者ゲートボール教室イベント。日時会場 3月10日から22日までの月曜、水曜、金曜、午前9時30分から12時まで、都立富山公園、生き生き広場、箱根山地区、富山3-2。3月14日と21日の日曜、午前10時から12時まで、四谷運動広場、四谷1-1。清水川橋公園、下落合1-1。雨天高天時、中止。対象 区内在住在勤在学で、おおむね10歳から70歳代の方、各日10名。内容、基礎から指導、動きやすい服装、運動靴でおいでください。用具は貸し出します。費用、1回200円。主催申し込み、3月7日日曜から、電話で各日3日前までに、区ゲートボール協会、電話33621357、田林へ、先着順。 次「プラネタリウム一般公開」「イベント」「星空散歩」「春」「牛飼い座の物語」と「スター大百科3月13日土曜21日日曜」「4月3日土曜10日土曜」「18日日曜」「5月8日土曜」「16日日曜」「いずれも午前10時30分」「午後1時30分」「午後3時から」「投影時間約50分」 投影開始後の入退場不可。費用300円。中学生までは無料。受付は投影開始の30分前から。会場申し込み。当日直接新宿コズミックセンター8階プラネタリウム大久保3-1-2へ。各階先着75名。問い合わせ新宿未来創造財団スポーツマラソン課。電話32327701へ。 次、「誰でもできる俳句教室」講座3月21日日曜午後2時から4時まで会場富山障害学習館富山2-11-101講師山本敏行現代俳句協会申し込み3月7日日曜から16日火曜までに電話で富山図書館電話3207-1191ファクス3207-1192へ。 先着15名参加する方は3月16日火曜までに自作の俳句2句をファクスまたは直接富山障害学習館に提出してください。次「生き生きウォーク新宿イベント」「日新宿で大人な街歩き」「3月26日金曜午前10時から10時15分までに柏木地域センター北新宿2-3-7で受け付け」 午後1時ごろに新宿駅付近で解散雨天実施内容初心者向けの歩き方教室と約4キロメートルのウォーキング持ち物マスク運動靴両手が自由になるバッグ飲み物動きやすい服装でおいでください協力 NPO 法人新宿区ウォーキング協会申し込み3月8日月曜から25日木曜までに。 電話かファクス記入例のほか年齢を記入で健康づくりか健康づくり推進係新宿5の1 8の1 4新宿北西ビル4階電話52733047ファクス52733930へ先着20名続いて施設のコーナー1件ギャラリーオーガードミルクの休止ギャラリーオーガードミルク 歌舞伎町一の三十は、JR 東日本旅客鉄道株式会社による新宿オーガードの耐震工事のため次の期間中展示を休止します。休止期間8月1日日曜から令和5年3月31日金曜まで。なお工期は変更になる場合があります。問い合わせ利用に関することは新宿未来創造財団。 電話三三五零一一四一工事に関することは障害学習スポーツ課障害学習スポーツ係本庁舎一階電話五二七三四三五八へ十三人材募集のコーナー一件新宿女性団体会議新規会員を募集四月からの参加を希望する場合は三月二十二日出着までに申し込みを 女性団体相互の連携と、女性が自ら意思決定し、行動する力を身につけることを目指し、年間テーマに沿った講座、居帰り研修などを実施しています。現在10団体、定例会、原則として偶数月の第3金曜日に年間を通して出席していただきます。対象、次のすべてに該当する団体、2年以上継続的に活動 活動拠点が区内女性の地位向上と一般的な教養を高める活動を行っている構成員が20名以上で半数以上が女性かつ8割以上が区内在住申し込み所定の申し込み書を郵送かファクスまたは直接男女共同参画会、郵便番号160-0007荒木町 16WITH 新宿 電話三三四一零八零一、ファクス三三四一零七四零。申込書は男女共同参画課で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。以上、人材募集のコーナーでした。続いて、新宿エコ自慢ポイントにご参加ください。新宿エコ自慢ポイントは、買い物でマイバッグを使い、レジ袋の削減に協力する等のエコな行動。を、 ポイントとして交換できる仕組みです。日頃のエコな行動の達成度をポイントを確認しながら実感しませんか。たまったポイントはエコバッグ等の景品に変えられます。参加方法等、詳しくはお問い合わせください。写真が3枚あります。ポイント登録カード、景品の例、エコバッグ、フードクリップ、写真終わり。問い合わせ。 ごみ減量リサイクル課ごみ減量計画係本庁舎7階電話5 2 7 3 3 3 1 8 f クス5 2 7 3 4 0 7 0へ「エコ自慢ポイント上位者」令和2年1月から12月登録分表順位登録番号ニックネームポイントの順です1位6 0 0 0 0 0 6 4 BUAN0641466 ポイント2位 60042088NEKOSAN0881099 ポイント3位6003448920174891079ポイント4位60017826 THOMAS826 1027ポイント5位60034250 20161211250 947ポイント表終わり表のポイント上位者の方は記念品等を差し上げますので問い合わせ先へご連絡くださいたまったポイントは専用ホームページ

3月12日金曜午前10時から11時30分まで傍聴を希望する方は当日直接区役所本庁舎地下1階教養室へ問い合わせ教育支援課地域連携家庭教育推進係電話32321078へ次図書館運営協議会3月19日金曜午前10時から12時まで内容 今後の図書館サービスのあり方ほか、傍聴を希望する方は、当日直接中央図書館大久保3-1-1電話3364-1421へ次、都市計画審議会3月26日金曜午後2時から区役所本庁舎5階大会議室内容審議案件東京都市計画地区計画新宿駅東口地区地区計画の 都市計画変更案について「区」決定報告案件飯田橋駅前地区にかかる都市計画の変更等について「区」と決定傍聴を希望する方は電話かファクスで都市計画か都市計画係へ本庁舎8階電話5273527ファクス32099227へ14新宿区 キツツキ探偵どころスマートフォン等を使ったデジタルスタンプラリーイベント3月14日日曜まで開催アニメの登場人物8人のイラストがあります緊急事態宣言等新型コロナの状況を見てご参加ください石川啄木がとある事件をきっかけに探偵家業を始めるというアニメキツツキ探偵どころ 原作 EK 草原水利文庫館とタイアップし区内の記念館・博物館をめぐるデジタルスタンプラリーを開催しています問い合わせ文化観光課・文化資源係第一文庁舎6階電話52734126へ書き下ろしを含むイラストパネルや等身大パネルを展示写真があります漱石参謀記念館での展示の様子 写真終わりスタンプを集めた方にはオリジナルグッズをプレゼント「なくなり次第終了」「オリジナルグッズ景品」「各施設に設置している二次元コードを読み込みスタンプを獲得した方」「各施設ごとにオリジナルポストカード」「スタンプを5つ集めアンケートに答えた方」「オリジナルマスクケース」「写真があります」 オリジナルグッズ景品の例写真終わり参加方法 1. スマートフォンをご用意の上、事前に参加用二次元コードから申し込みサイトにアクセスしてください。二次元コードがあります。参加を希望する方は事前にアクセスしてください。2. 必要事項等を記入し、参加を申し込んでください。3. 開催期間中に直接対象施設へ。4各施設に設置している二次元コードを読み込みスタンプを獲得してプレゼントを受け取りましょう先着順なおスマートフォン等をお持ちでない方はお問い合わせください詳しくは新宿区ホームページをご覧ください「対象施設、設スタンプ設置場所。新宿歴史博物館四谷三栄町1 2 1 6 漱石参謀記念館、早稲田南町七、林文子記念館、中井二の二十の一。佐伯雄三アトリエ記念館、中落合二の四の二十一。中村常アトリエ記念館、下落合三の五の七。以上、新宿区、きつつき探偵どころでした。続いて、区民の広場。この欄は、区民の方相互の情報交換の場です。 掲載行事は区の主催ではありません。日時会場等は予定です。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階、電話52734064、ファクス5 2 7 2 5 5 0 0へ。催し講座2件。まず、第15回明治神宮外苑大学クリテリウム大会。3月7日日曜午前10時から午後5時まで。 明治神宮外苑で霞ヶ丘町自転車で1周1キロメートルを走ってタイムを計測区内在住在学の小中学生対象費用300円申し込み当日直接会場へ問い合わせ日本学生自転車競技連盟移籍電話09098090322次映画「A が ビッグリトルファーム上映と地域のつながりトークオンライン3月20日祝日午後1時30分から4時まで Zoom で配信映画上映後落合地区の地域活動の紹介費用400円申し込み3月19日金曜までに電話で Facebook ページからも申し込めます問い合わせ「みんなのリビングくずがや佐藤」 電話05036323570続いて2月の新宿区の人口1日現在増減は前月比住民基本台帳人口34万5499人268人増世帯数21万9791世帯327世帯増日本人と外国人の内訳 日本人三十万日本人百二十3人百8十一1人減外国人三万八6二4七十六9人増男女の内訳男日本人15女365人日本人減五万三千六百五十八人、九十一人減外国人一万九千六百八十四人、二百六十九人増。女日本人 153,565人、90人減外国人18,592人、180人増続いて黙祷にご協力を3月10日は東京都平和の日昭和20年3月10日の東京大空襲では多くの尊い命が失われました戦災で亡くなられた方を追悼して 世界の恒久平和をお願い一分間の黙祷をお願いします日時3月10日水曜午後2時問い合わせ総務課総務係本庁舎3階電話5273-3505へ以上で声の広報令和3年2021年 三月五日発行、第二千三百四十八号を終わります。担当は杉山美鈴、山崎珠代でした。